一度でも大会してしまうと、もう二度と戻ることができません。すいません、ちょっとゲームプレイするところご覧いただけませんでしたがね。で、風船の空気を抜いていくと、LINE で一人グループを使って、そこに写真とか動画をどんどん上げていって、自分専用のクラウドステージを LINE 上に作ってしまうという小技をお届けしたいと思います。どうも、iPhone 大好きマグロ屋で働くお兄さんことマグニーです。本日も動画の最後にネタがございます。新着アプリが一つ、新着セールアプリが一つ、新着のニュース記事が5つ、お時間のある方はこちらも合わせてご覧ください。どうぞ。PC の方は、YouTube 画面の中ほどにあるもっと見るをクリックで見れます。スマホの方は、動画のタイトルをタップすると見れます。よろしく。 LINE を自分専用のクラウドストレージにするためには、まず一人グループっていうものが必要になってきます。その一人グループの作り方から参りましょう。まずはこの友達の表示させている画面ですね。友達のタブを選択した状態でモザイクをかけておりますけれども、右上のプラスボタンがありますので、そちらをタップしましょう。ここにありますね。グループ作成っていうところがあるんですけれども、こちらをタップ。マグニーグループ。入しましょうか。追加というボタンがあるんですけれども、誰も追加せずに保存します。マグニーグループというところが友達の一覧にできておりますので、こちらをタップしましょう。トークで何でも、ね、このようにメモ帳として使えますし、画像、そして動画の保存場所として使うことが可能です。過去のメッセージも当然振り返ることが可能なので、最高のクラウドストレージであるということが分かっていただけたと思います。LINE 自体にロックをかけてらっしゃる方が結構いらっしゃるとは思います。そんな兼ね合いでですね、誰にも見られない、場所にメモ帳であったり、写真、動画などを保存する方法としても最適だということでございます。Mac、もしくはない PC の方に LINE のアプリを入れておけば、同じグループを開くことが可能です。このグループに送った写真、このグループに送った動画は、簡単に PC や Mac の方でご覧いただけるようになるということでございます。注意点としましては、PC の方の LINE はですね、1ヶ月前後開かないと、消えてしまう可能性があるということだけ指摘されておりましたので、なるべく、PC の方でも頻繁に開くようにすれば、そのような問題は起こりませんので、頻繁に起動するようにしましょう。このように、たくさんまあ写真をね、送ります。写真をバン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 。ね。このように送信した写真はですね、iPhone から消してもいいわけです。iPhone の容量を節約するというね、役割を果たしてくれるわけでございます。はい、こちらもね、注意点がございまして、このグループ内にですね、アルバム、もしくはノートを作った場合はですね、PC の方で確認することはできませんので、PC の方で、見たい写真、見たい動画等がある場合は、こちらのトーク画面に送るようにしましょう。はい、ご覧いただきましたように LINE がクラウドストレージに なるということが分かっていただけたと思います。注意点ね、いくつかございましたけれども、保存したものがたくさんあるグループを一度でも徘徊してしまうと、もう二度と戻ることができませんので、ご注意ください。アカウントを変更してしまうと、そのグループから徘徊させられてしまう、強制的に徘徊させられてしまいますので、その場合も全部なくなってしまう可能性がありますので、ご注意ください。まだまだ終わりませんよ。続きまして、ヤンキー系ゲームの新着アプリのご紹介でございます。疾風ヤンキー魂ザ・スーパーネットワークゲームということで、こちらなんとスクウェアエニックスがリリースしているアプリでございます。こちらもね、顔とか髪型とか服とか、いろいろ変更することができます。簡単に言うとですね、喧嘩とかして、ガラクタを集めて、そのガラクタを、ある場所に持っていくことによって、服とか、暴走族の、バイクとか、ああいうものをね、改造したりとか、できるわけでございます。そして、自分のチームを作りまして、そのチームに参加するか、もしくは自分で作るかしてですね、その族構想みたいなのにチャレンジするわけでございますね。それで勝ち残っていくことによって、ヤンキーの称号を、トップヤンキーの称号を得るみたいな感じのゲームでございます。この喧嘩っていうところをタップしましょう。そして、ストーリー行きましょうか。戦慄。これ声がいいでしょ？戦慄。すごい。やはり、スクエアエニックスの影響力ですよね。行きましょう。はい。これがゲームなんですけどもね。近くになったら飛ばして、まあ、障害物を避けていくようなゲームです。あ、無敵時間だ、これ。なぜか無敵タイム。あ、愛車の鍵を持っていたからか。すいません。ちょっとゲームプレイするところご覧いただけませんでしたがね。ヤンキーがチャルで失踪する姿をご覧いただけたと思います。こういうゲームでございます。よかったらやってみてください。ちょっと男心をくすぐられるようなセールアプリがございます。説明するより、見たがわかるなっていう感じですね。はい。これ、ボムキットね。はい。いきますよ。爆発が起こりましたね。ご覧いただけました？
ほら、いろんなところでこう爆発が起こせるわけですね。男性の方はね、すごく、テンションが上がるのではないかと思うんですけども。で、違う爆弾ちょっと行ってみましょう。これね、爆弾を自由に操れる感じがね、とっても男心をくすぐる感じでございます。ぜひね、ダウンロードしてみてください。それでは最高にイケてる iPhone ニュースの方へどうぞ。本日の最高な記事たち5つございます。まず1つ目。iPhone を使わない人はなぜ iPhone を使わないのかっていうところの理由が書かれております。2通りあるんだそうです。最もな論理的な理由と趣味、思考な、感情的な理由。人間っていうのはこの2つに分かれると思うんですけども、それぞれのタイプの人がどういった理由で iPhone を選ばないのか。ということが書かれている記事でございます。はい。どんどん行きましょう。続きまして。最新版の iOS のインストールは、旧機種の方はやめた方がいいよという内容の記事です。なぜなのかっていうことが数値で示されている表がございますんで、こちらがそうなんですけれども、iPhone 4S、iPad 2、iPad mini、iPod Touch などのパフォーマンス改善を見込んだ、アップグレードが施されているっていうことだったんですが、速度を測ったところ、全然変わってない。っていうことなので、アップロード、無理やりアップデートする必要はないよという感じ。胸の記事です。ぜひね、詳しくはこちらの記事をご覧いただければと思います。続きまして、なんとですね、10秒でスマホのケースを作ってしまうということなんですけれども、ちょっとご覧いただきます。音はないですからね。こうやってね、風船に、iPhone を押し付けていきます。で、風船の空気を抜いていくと、バイト、バイト、最後までご覧になられた方は、こちらの記事をご覧ください。続きまして、iPhone や iPad を単独でカープレイ機能が搭載せられるかも。ここまでは、違ったメーカーが作った、カーナビに、カープレイが搭載されてどうのこうのっていうことだったんですけれども、それであまりにも普及しないので、Apple はこういう施策を取りました。 iPhone を車で持っていけばカープレイになります。 iPad を車で持っていけばカープレイになります。楽しみですね。はい、最後の記事になりますが、こちらドロップボックスのアプリから Office のファイルを開くと、 iPhone 内にあるオフィスのアプリで開いて、その場で直接編集して、編集が終わったらそのままドロップボックスに帰ってくることができる。そんな素晴らしい便利な連携ができるようになった。需要のある方からすると相当嬉しい内容なのではないでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。 LINE がクラウドストレージになるという小技ね、なんと一人グループを使ってそこにどんどん入れていくということが、入れていくという技でございました。ちなみに本日用意している関連動画といたしましては、すぐに使える LINE の小技集ということが、っていう動画をね、昔に上げておりましたので、そちらをね、ご用意させていただいております。ちなみに LINE で使える小技の再生リストも、ちなみに下にご用意させていただいておりますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。で、本日ご紹介させていただきました新着アプリ、新着セールアプリ、新着記事、全部下の概要欄に同じように貼っておりますので、PC の方はもっと見るよう、クリックして開いていただいて、スマホの方は下のタイトルをタップで開いていただいてご覧いただくことが可能となっておりますので、そちらからご覧いただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。